自頭は、白川聖が編纂した、次元辞典。昭和59年に刊行し、同年、毎日出版文化賞特別賞を受賞。その後、自頭普及版、新帝自投、新帝自投普及版が刊行された。本書は、自訓自通とともに、白川の辞書三部作と呼ばれる。この三部作は、白川文字学の集大成とされ、 本書はその文字学の出発点にあたる次元の辞書である。本書の収録文字数は約7000字で、見出しは50音順で配列されている。内容は漢字の成り立ちから白川文字学の研究史が記され、文字学であるとともに古代文化の研究という性格を持ち、引く辞書であるよりも読む辞書であることを意図している。王の甲骨文祭本書は、 久しく文字学の聖典とされてきた、説問会寺の訓子の伝統を踏んでいるが、それを大きく覆す新しい漢字の体系を組み立てた漢字辞書である。説問会寺では、9353字に上る文字を、六書の方で分け、部首による分類法を採用した。そのためその後の日本と中国の辞書はこの部首法を用い、それをさらに分け入るにあたって、 画数順を適用し、長らく、この字引きスタイルは変化していない。白川が辞書を作るにあたって、まず持って一新しようとしたのは、この点であった。白川は、日本の原稿の辞書の配列は、ほとんどが、武手法を踏襲している。この武手法は一種の弁法として、中国で用いられているものに追随しているに過ぎず、国語としての漢字を扱う上から言っても、 必ずしも適当な形式ではない。国語の語彙としてはその字音を用いるのであり、日本の辞書が武士法によるべき理由はない。と述べ、本書では漢字を国字国語とする立場から五十音順配列の方法を採用している。そして、字音は、漢語音、闘争音のように区別があるときは、最も一般的な音に従っている。刊末には、訓作総格作 部首作品も用意している。本書の収録した親父の総数は5478字、含み出しとして示した字をも含めた見出しの総数は7037字で、ある。字数としては、一般の中字点が約1万字前後を収めるのに、対して、それよりやや少ないが、国語の語彙として用いられる字は元より、中国の文献を読むのに必要な基本的な字は、 ほとんどこのうちに含まれている。犬の金文、犬の天文白川は、今の略字表、音国表に見られるような国字制作上の無原則は、不合理を極めたものであると思う。この重大な決定が、どのような学問的、また歴史的研究の基礎の上になされたものであるかについて、それを問う必要があると考える。という。そして、実は、 漢字民族である中国の文化に奉仕するために書いたものではない。漢字を国字として用いる我が国の国字政策に寄与することを念頭に置いてその研究を進めたものである。自童によって国字政策の全体がその正しい文字知識の上に推進されていくことを切に願うのである。と述べている。このような変更をしてしまったのが戦後の東洋漢字。 それを引き継いだ、常用漢字である。どのような議論を経て、このような文字の変更が行われたのか、白川は国に問い合わせたが、当時の資料は何も残っていないのでわからない。というのが、国の返事であった。甲の甲骨文としても使われた。左は、甲を持って、神の所在を尋ねる字である。本書の文字解釈は、経典の伝統的訓古から出発し、 正道記名文の出典天皇を得て、経典の訓子を新しく読み直している。しかし、訓子における C の形式自体は崩されることなく説解が行われている。以下、本書の文字解釈の例を記す。甲骨文金文白川の著作には漢字の分析が多く、白川は漢字学者とさえ言われるが、白川の学問の目的は、 東洋的なものの源流を求めるということに発しており、その学問体系全体から見れば、漢字学、文字学は、その一部に過ぎない。白川は、本質的には中国古代文学の研究者である。その研究上、文章の単位である漢字をまず研究し、その成果として、漢字の原義を明らかにした。漢字の個々の原理研究においては、 多くの人々の優れた格好研究があるが、それは部分研究であり、一般性を持たない。白川学の特徴は体系性にある。その体系化された漢字の原理は、中国古代の文化、歴史、思想等の膨大な領域の研究の優れた道具となり、それによって中国古代学研究全体が大きく前進したのである。梅原武氏は、 白川氏はほとんどすべての漢字を神の世界との関係で解釈するのである。このような漢字の大胆にして、しかも守備一貫した論理性を持つ解釈をした学者は、世界にも白川氏を除いては存在しないであろう。私はそれをニーチェの業績に必したいと思う。ニーチェによってギリシャ世界の解釈は一変したわけであるが、白川氏は、 中国世界の解釈を一変させたのである、と表している。白川は、はじめ漠然と日本の古代を考えたいと思っていた。そして、古代の歌集である、万葉集に惹かれ、これと中国の、司教との比較文学的な研究は興味深い課題で、あると考えた。当時の日本の古典研究では、柳田国夫や折口忍の民族学的な研究が、 魅力的で、その民族学の方法は、優れていると思った。だが、どうにも対象に密着しすぎており、外からの視点に乏しいと感じ、このような観点から、白川の研究は、中国の古代を思考したのである。基地の甲骨文、岩くの天文、時等、時訓、時通の三章を、実書三部作と称す。三冊で約四千ページに及ぶ、この三部作は、 白川文字学の集大成とされる。石村道子は、古代中国は、陰帝国の甲骨文、金文を、東アジアに生まれた資源の文化として位置づけられ、体系化され、ヨーロッパとは明らかに異なる文化の位相を、現代の大化しつつある東洋と日本に示された。お仕事の頂点とされる三部作の辞書、辞刀、辞訓、辞通の完成がそれである、と表している。 風の甲骨文羅新玉漢字にはその最古の資料である陰王朝の甲骨文が大量に発見されており、当時の文字の全体を知ることができる。その最初の著録である留学の鉄雲像亀が1903年に出て、その後、羅新玉や王国羅が研究を加え、今日に至るまでに多くの著録の書が出された。甲骨文の資料からは、 その象形的な処形から次第に時系化されてゆく、過程の収支を追跡することができるものもある。このような文字形成期の資料が、これほど、豊富に、その前時期にわたって存在するということは他に例を、見ない。金文の資料も、時期的に古いものは、甲骨文と、並行して存在する。それらは、おおむね、白川の、金文通釈に収録されている。 説問開示、肯定説問開示、文の甲骨文、文の金文、甲骨金文学論争は、白川文字学の台形を築いた実証的、論文集で、20編の論文からなり、後の、説問審議や、辞書三部作の土台となった。昭和30年より、昭和33年までの間に九州を発行し、昭和37年に重集とした。白川は、 これらの論考をそうするために、僕分の体系的な理解が必要であるとし、三万編に近い占い編を取射し、その解読に努めた。本書の内容は、次元論と引大有俗論とに対別でき、次元論には、尺子、尺文、作殺項、尺子、尺南、別歴解があり、有俗論には、召し方項、引大有俗項1から7、共族項がある。 その他に、系列アザ関係のアザ説として、はじめ書き関係アザ説、理古関係学説、古関係学説がある。金文通釈は、両収の金文明示の主要なものに詳細な考え釈を加えたもの。各末釈の両収金文字体系公釈があるが、その後の出土も多く、また、各の釈も簡略なものであるのでこれを補った。説問審議は、 説問会辞についての講義案を刊行したもので、鉱骨金文学論争を土台にしている。鉱骨文、金文を知らずに組み立てられた、説問の学説を鉱骨文、金文の字型に基づく体系を構築することによって大きく書き換えた。説問会辞文兼用目文字学参考年表、作印、字訓は漢字を日本の言葉の表記法として受容した時代の、 国語的状況を、古語辞典の形式でまとめようとしたもの。昭和62年に刊行された。白川は、日本人は漢字を恩訓療養に使いこなし、それは同時に国字となった。国字と漢字を集合し、通る会したところに国語がなり、その C の世界も、表現の世界も、その中に生まれた。万葉集、日本書紀古事記の中にも、 その表現のうちに苦闘する当時の精神のあり方が見える。そこに国語の出発点がある。その姿を見極めようと思って私は時空を書いた。と述べている。実は漢字の成り立ち、意味、要領を追求した緩和辞典。平成8年に刊行された。白川は今の日本では東洋の理念は全く見失われている。 その東洋を回復するためには、まず東洋の古典に親しまなければならない。文字を通じて、その文字の表現するところを通じて、東洋に回帰する道を求めなければならない。そのために、辞書を通じて、その表現に触れる機会を多く持つ必要がある。そのような思いで私は、実を書いた。と述べている。辞書を作るは、 辞書三部作の制作に至る記縁と各辞書の関東文、そして、説問審議第15巻、通論編の第5章、文字学の課題を一冊にまとめたもの。平成14年に刊行された。文字学の課題古代文字資料が出現してから、後の文字学の歩みを記したものである。木字古代文字資料と文字学新しい文字学の、 体系説問学からの脱却古代文字学の方法と、目的、鉱骨筋文学論争の方法について、児童の編集について、目次本書の用紙、次元の研究について、辞書の形式陸書について、本書における陸書の扱い方、回と、形成、次元と、語源聖母と古紐、陰母とコイン、我が国の漢字音文字学の資料、 我が国の古代文字学、文字学の方法あざ形の問題、あざ形の意味、文字の系列本書の収録あざ、音と、くん、解説について、時空の編集について、目次本書の出資時空と国語の問題、時期と、語義、同訓維持、本書の方法語源と、次元語の対応、次元と、語源、系列語における、対応語源の研究語源の意識、 初期の語源学、液検、白石、空井の語源研究、延べ約通略の説特殊がない語特殊がなの発見、母音調和の法則、特殊がなと、語源説、系統論最初の出録者ことを懸命、中との、高徳、最秋のりの番下、儀礼の伝承と、四字君の成立字君と訓読法、 古代朝鮮における景タイトリット体、白木の豪華、日本漢文万葉の表記、木、木の音君表記、本の随に改めず、ひとまろ歌手歌の表記法。表記と表現語言説と、系統論国語と、系統論、朝鮮語との比較、比較言語論の前提、猛古語との比較、南方語系統論アザッと、時空研究訓展と、 訓釈語、あざ書の編纂、天本の研究、初期国の研究、語源と、次元対比の試み系列語について、語の系列、字の系列、漢字の声とよし、ひもと因、そばひもと通因と、系列語、道元あざ説、語源学の究極にあるもの音と、よし、画語音成功、語気、語根の研究、秋について、秋について、 おとまぼろし論意の意味するもの。この書の意図について、字通の編集について、目次本書の趣旨従来の辞書の編集法について、漢話大辞典、次元、次回、大漢話辞典、中文大辞典、漢語大辞典、漢字の字形学的解説と時義の展開辞訓について、我が国の辞書、天令版印象名義、新鮮あざきょう、和名を、 類寿名義賞声形と語形成形について、訓古学と語形、音音学と語形、道言あざ説、大地からしの、道言辞典、語源とオノマトペゴイト例文について、付録について、ありがとうございます。